一緒におそろいしようって言って、めぐみんとおそろちでした。可愛かった。めぐみん一緒に写真も撮ったので、明日メールで送ろう。ツインテールしてるお兄ちゃん本当に犬みたいですけど、なんかね、ツインテールの高さどうするってメイクさんに言われて、もうちょっと下の辺だったの最初だから、あ、この辺でって言うとしたら、もうちょっと高くしてみてもいいって言われて、え、私やっぱ高い方がいいですかって言ったら、高い方がねおりんちゃんっぽい、なんかね犬味があるって言われて、あ、え、じゃあもうでもメイクさんが言うならそれが正解なので、それでお願いしますって言ったので、きっと大正解だったってことですね。だって伝わってるってことだもん。でも今はちょっとボサボサ、公演後なのでボサボサなんですけど、そう、でも今日はこんな感じで踊ってました。そう、今日は3月最後の公演だったんですよ、私にとっても。で、そう、マギさんの生誕祭でもあったんですけど、公演後にそうプレゼントとかお手紙を確認してたら、300回記念のお花が届いていて、えっ？って思ったら、どうやら今日の公演私300回目だったみたいで、あっ、えっ、もうそんな出演させていただいてるんだって思って、すごく嬉しく思いました。今日300回記念らしいです、皆さん。300回記念にツインテールしちゃった。300回だったから3だったらサザエさんのみたいな感じにした方が良かったのかな、3つでみたいな。ごめん、でも絶対しない。ちょっと待って、でもそう、本当嬉しかったです。あ、どうもしてます今。でもツイッターも更新したいんだよね。でもボーナスタイムが多分11時で終わるじゃないですか。だから11時になったらツイッターを更新するね。で、1時間ぐらい配信しようかなと思ってます。で、最後に今のバン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 入れたいので、バンバンチキン南蛮、そう、なん、ごめんなさい、やりたいので。今日こういうことばっか楽屋で言ってた。ね、なんだっけ、なんて言ったっけ今私。そう、そう、バンバンやりたいので、最後何回かだけ時間合わせてやろうかなって思ってます。そう、それまでバンバンやってますよ。あ、24時までやってるの、おう、だったら24時までやっちゃう。でも全然ありです、わかんない。でもその時のなんか私の喋りの感じとか気分で決めます、ごめんなさい。1時間はします。でも配信さすがにツイート0時以降はちょっとあんまり良くないと思うので、どこかタイミングを見てツイートしますね。小木さんの仕切りをさせていただいたので、なんかツイートしたいんですよね。でも今日ね、聞いてください、楽屋でね、ずっとどまれてたの。そしたらひならさんが、あ、ドボンのイベントやってるんだよねって、大変だよねって言ってくださって、ね、ひならさん前回のドボンイベントすごいやってらっしゃってて、多分すごい分かってくださってて、そしたらよしってなんか事情説明したんです。今本当に大ピンチで、だからやんなきゃいけないんです、やんなきゃいけないっていうのもよく言えないけど、なんか本当にもうこの1分1秒無駄にできないんですよみたいなことを言ったら、え、そうなの、私もやるって言ってくださって、すごいやってくださって、楽屋メイクしながらやってくださって、で、ランちゃんもやってくれて、お兄さんのカードにしますねって言ってやってくれて、めっちゃ温かかったです。ほんとひななさんメイク中ずっとやってくださってた。ひななさん、だからほんとチーム系っていいチームだなって思いました。
だからもし私がね、もしねこの夕方ぐらいに遭遇した人、なんか私めっちゃあのメイクしながらだったんでオートとかにしちゃってたりしてて、スタンプとかもあんまり押せなかったんですよ。それも本当申し訳ないなと思って、嫌われてたらどうしようと思う、ごめんなさい、申し訳ないと思ってます。トリュフの件メンバーに聞いてみた、忘れたー、ラブレター破れたー。あ、ドボンできた。話をそらす。今多分公演後のアドレナリンの感じで話してるから、もう滑ってるとかそういうの気にしてないです私も。気にしてよってね。ショールーム復活したのね。ね、なんかそうみたいですね。なんか今日も楽屋でその話になってて、するかなって、なんか復活するかなって話してたんですけど、みんなで、でもできたみたいでよかったです。気にしなくていいので、あ、じゃあ気にしないです。一生ボケを言ってます、わかんない、それに対しての気にしないでかな、わかんないけど、ありがとうございます。あ、そう、あとね、そう、お手紙もあの前回の、そう、本当はねあの生誕祭のあたり私配信したかったんですよ。でも成人式、翌日が成人式だったので、そのままホテルに行かなくちゃいけなくて、行けなかったんですよ。申し訳ないです本当に。だからそのホテルだったので、プレゼントも多く持って帰れなくて、でもたくさんお手紙とかプレゼントいただいてて、それが今日やっと全部、今日の分も含めこの間の分と一緒に全部持って帰れたので、ちょっと大切に読まさせていただきます。ありがとうございます。ドボンとショールーム両方ともリンが出る、ありがとう。嬉しい。私も今そうだよ。おりんがめっちゃいて、この画面にもおりんがいて、こっち鏡なんですけど、こっち見たらおりんがいるし、おりんだらけです今私。まあ、そりゃそうだよね。シャラソージェとそりゃそうだって似てるよね。え、すごい。私あのトボンのコメントすごいコネがついてる。ありがとうございます。皆さんのこのグッドのおかげで私はガチャを回すことができて、自分のデッキがムキムキのゴリマッチョになりました、強くなりましたって意味です。なんか最初弱いや、弱いという R とかいっぱい出てたのに急に出なくなって、自分の引きが弱くな、強くなったのかなって思ったんですよ。すごいテンション上がってたら、ただ単にそういうなんかその弱い星1つのカード、星ランクが一番下のカードが 100% に3つともなってて、 R と N と NR だっけ、なんかなってたらしくて、そう、それが満杯になると自動的に UR と SEC がしか出なくなるんだって。だからだったらしいんだけど、自分で神引きしたと思っちゃって、なんかすごいついてるなと思って、犬のうんちでも踏んじゃうかなとか思いながらそう行動してたけど、そんなこともなくて、え、なんでと思って、いいことがあったら悪いことが起こるもんじゃないのって思ったら、必然的なことだったみたい。今日の劇場に投げキスのボード持ってました、しました。コメントわざわざしてきてくれてありがとうございます。あ、おりん推し遭遇したよ。
ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。私の SEC をあれにしてくれて、こうやってるやつ。今日のおりちゃん面白い、ね、なんと何も考えずに喋ってるから、コメントたくさん待ってます。でも明日の14時までですもんね、イベントが。頑張るね。ドボンもしたいけど配信も見たい。私の顔なんて見なくていいんだよ、ドボンでいっぱい見れるからでも嬉しい、その気持ち、ありがとう。今日の真面目にある方がゲストだったんですけど最高でした。妹エピソードが特に、うんなんかね面白かったよ。私と兄とトメの3人のグループがあるんですけど、あの LINE のグループねがあるんですけど、そこにいきなりあんまり動かないの、なかなかあんまり動かないのね。なんですけど、あ、ドボン14時からメンテだから13時59分までにハートを使い切った方がいいらしいです、ありがとうございます。そうそう、その3人のね、兄姉私の LINE グループがあるんですけど、そこにいきなりトムが私の悪いところ行ってって来て、おと思って、そこでないよとか言えばよかったのかな。まあでもあるわけですよね、やっぱり。だからすごいドバーッと送ったんですよ私。そしたらありがとうって言われたので、兄もバーッと送ったの。そしたらありがとうって言ってて、これ今どんな悪いこと言ってもありがとうって返ってくるよって話になって、ママにねえトムの悪いところ言ってって言ってそしたらママも会って、それを伝えたらありがとうって言ってて、トムもまたなんか悪口じゃないですか、言い方によっては自分の悪いところ言ってって、それに対してありがとうって言ってるの面白いなと思って、LINE の会話を見返しててじわじわ来ました。でも結局どのネタが採用されたのかわからないんですよね私。どれが採用されたんだろう。会場が大爆笑でした。え、何言ったの。サイゼリアでも割り勘するよって話。何言ったんだろう。あ、よかった。今って時間合わせてドボンしてる感じ。そうです、今めちゃめちゃ回してるながら話してるって感じです。でも最後に時間合わせて今やろうかなって思ってます。あ、お風呂の順番とか1万円とかね。なるほどね。まあ後でたまに聞こう、どんな感じだったなって。ああ、勝手に犬飼ってきて世話しない。あ、そう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 、間違いないね、それは言いました。すごいね。ってことは真面目に見に行った人がたくさんいるってこと。すごい。何、あ、でも配信とかでも見れるのか今。なるほどね。あと少しでおりんちゃんのハピネスもらえる。お、
ぜひぜひ月中してね。今じゃんじゃんにやってるので、そう、あ、配信3回しかないんだ、すごいね、見に行った。野生のリンちゃんになかなか会えない。でんでで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 、チーム K の武藤リンです、対戦よろしくお願いします。チュルルチュ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 ルって感じね。全部ポケモンに置き換えるんだから。あ、配信は初日と千秋楽だけみたいですね。そうなんですね。鳴き声が気になります。鳴き声の代わりにチーム K の武藤凛です、対戦よろしくお願いします。なので、あ、画面暗くなった、そんなことはない。モンスターボール投げてゲットした、あ、明日だ。あのね、生誕祭のお花にスタンドフラワーについてるモンスターボールもね、もうほんと欲しくて5色全部持って帰ってきたんですよ。と飾ります、家、部屋に。そう、モンスターボールだからゲットしました。色がしかもね、多分あるんだよね、全部ポケモンにも実際に。そう、モンスター赤がモンスターボールでしょ、青がスーパーボール、黒がハイパーボール、またあと五輪の色ってなんだっけ、赤、黄色もあるよね。あと緑か、あるある、すごいポケモン、すごい。ポケモンといえばね、今日の麦さんの生誕祭の最前列にもポケモンがいっぱいいて、もう麦さんよりもテンション上がっちゃいました。なんか最初になんか時間になって、時間より5分前か、5分前になって、そのリハのするためにステージに行った時にスタンが並べてて、ん？ってなって、もしかしてその影がピカチュウ？って思って、え？って思って覗きに行ったらいっぱいいたの。ゼニガメとか人影とかいっぱいいて、私にいるかな、いやでもいないような、さすがにだって言うな、もぎーみーねぎしさんいるし、うーん、さきさん、うん、このメンバーの中にはいないかなって思ったら私がいて、しかもイーブイだったの、えと思ってテンションぶち上がって楽屋に戻って急降下して、まぎさんって言って、何って言いながら黙ってもう手引っ張って「見てください！」って言ったら、麦さんもキャーってなってた、かわいいってなってた。二人でテンション爆上げしてました。何のポケモンいたの、ピカチュウが2体いたかな、で不思議だね、人影、ゼニガメ、イーブイ、カビゴン、私のインスタグラムのストーリーをぜひ見てください。それが早いかも。でもそういう感じのポケモンがいました。ミシャコインお疲れ様、ドローンラストスパートね、今ラストスパートかけてます。でもそう、そういう感じでした。
あ、トムから大受けでした、ありがとうございましたって LINE が来た。トム兄、私のグループに。よかった。なんだっけ、何の話しようとしたんだっけ、公園の話しようとしたんだよね、忘れちゃった。人影別に画面不思議だね、2匹ずつ。そうなったかな、かもしれない。劇場で麦さん推しの方々みんな優しくて素敵だった。なんか温かかったですよね、雰囲気が。なんか生誕祭って本当に、私の生誕祭の時もそうだし、そう今日も麦さんの生誕祭でしたけど、なんか本当にメンバー全員に温かくしてくださるよね、すごい素敵。なんか愛って感じ、なんか本当にすごいなって思う。なんか本当にもう私の時も森さんの時もすごい感じたんですけど、声がなくてもこんなに、なんだろう、愛を伝えることができるんだっていうのをすごい思いました、感じました。あ、そう、僕の太陽、私初めてやったの今日、あのこの第3弾で一回、あの15周年公演、違う、15周年じゃない、周年公演でなんかシングルを全曲やります、全部フルでやりますってなった時に僕の太陽を1回だけ披露したことがあって、でもそれ以来やったことなかったんですよ。でそれぶりの、そう今日でチーム K として僕の太陽を披露するのは今日が最後だったんですけど、なんかもう本当にいい曲だなって思いました。どんどん楽しくなっちゃった、踊ってて。あ、オリン推し見た、ありがとうございます。そうでもね、私茂木さんの仕切りを、そこでオンデマンドコメントでも言ったんですけど、茂木さんの仕切りを多分3回やらせていただいてて、なんか本当に申し訳ないなとは思ってて、それを今日ずっと茂木さんに講演後言ってて、さっきもすいません本当に3回も本当に申し訳ないですって言ったな、いいんだよ嬉しいよって LINE 来たので、優しいなって思いました。今桜が好き、その話今日してたよ。なんか桜の見栄えは好きだけど味は好きじゃないかもって話をして、コミさんが桜おりんちゃん好きなのって言われて、多分コミさん桜味のこと言ってて、はい好きですって私答えて、えやっぱりいいよね、ほら共感者がいたってひななさんと話してて、多分ひななさんと桜味のものについて話してたんですよ多分。私はでも桜の見栄えのことだと思ってて、そうっていう話が今日ありました。スピーチで後ろ向く心構え、後ろ向く心、心境を考えるとこっちも泣けた、うん、なんかね本当にかっこいいなって思って、多分ゆうなむぎおんチャンネルとしてすごい活動してて、多分ゆうなおんさんに多分言いづらいじゃないですか、でもそれをなんかこうやってファンの皆さんにだからこそ言えることを、なんだろうな、でもやっぱり
その面と向かってはやっぱり言いづらいじゃないですか。だから後ろ見てすごいなんかもう泣きそうな顔ですごい言ってて、すごいなんかもうね、なんか本当に素敵だなって思いました。そういう関係性、茂木さんとファンの皆さんがそういう関係性のになってるっていうか、なんて言うんですか、なんかすごい素敵だなって思った。すっごいだってすっごい仲良しですっごい大好きな存在じゃないですか、茂木さんにとってユーナオンさんって。でもやっぱり仲いいからこそなんか、うん、なんか本当に私なんかが言えることじゃ、なんか本当に後輩のなんかこんな私が言えることじゃないですけど、本当になんか素敵だなって思いました。何の話って方はぜひオンデマンドを見てください。宣伝せんでええねん。いやでも宣伝しなきゃあかんねん。だって今日の公演素敵だったもの。え、もう23時2分なの？ちょっと待って、すごいね。ねえ、ツイッターでも私多分話しながらツイッター更新できない気がするかな。どうしよう、24時までって言っちゃったんですけど、いやでもどうしたらいいんだろう。でも23時半まででもいいですか、配信するので。だから23時15分から時間合わせでやります。うん、そうします。で23時半になってツイッターツイートして、うん、そうしよう、その作戦でいこう。うん、そうする。ランキング14位に浮上して、ああ皆さんありがとうございます。でも油断できない、すごい僅差じゃないですか、やばい。なのでその作戦でいきますね。もう私もそうそう、8出して誰か、あやばい3になっちゃった。リノカに公演中と申しておいてよ。ありがとう、助かる、嬉しい、ありがとうございます。3時間前見て戦っても絶然すぎるから、全力出す以外ないっす。うん、私僕の夏が始まる公演久しぶりだね。そうなんですよ、4月2日に出演させていただくんですけど、そう、それのリハマスターあるんだよね。それのお越し、いや、うん、頑張ります、どっちも。時からずっと灯してて、ありがとう、偉い、ありがとうございます。
まりにもチーム K が好きすぎてデッキが全員チーム K メンバー。いいね。今日も可愛い、ありがとう。いつも知ってないと言えないセリフ、ありがとう。こんなボソボソなのにありがとうございます。サッカー見ながらひたすら友達でありがとう。卒業旅行で友達と遊んで友達と楽しかった。優しい、なんていい友達、本当にありがとう。優しいね、ありがとう。でもドボンせーので友達とかってやったりメンバーとかとやったりするのめちゃめちゃ楽しいですよね。なんかそういう楽しみ方もあるの、すごい素敵。最近友達のりんちゃん布教してる、ありがとう。布教めっちゃ嬉しい。布教をされてもう魅力があるメンバーにならないと。私も布教しがいがある、布教しどころがある。うん、頑張ります。ファミレスで線路でスタートするの楽しいよ。かおりちゃんと前よくやってた。最近はこういう状況だからあれだけど、かおりちゃんが本当にね可愛いのよ。なんかすごい稲垣かおりちゃんが LINE のメッセージの送信を取り消しま、なんかメッセージ送信取り消しすると出てくるじゃないですか。で私そうかおりちゃんから「あ、なんか来てる」って、なんか何してたんだろう私。でもなんかしてて見れなかったんですよその時に。でもその通知でかおりちゃんから来てたことに気づいて、その送信取り消しましたってやつで「え、ごめん見てなかった、どうしたの、何があった？」って聞いたら「ううん、インスタグラムどの写真がいいかなって思って聞こうとしただけ」って来て「はい、かわいい」と思って、そうめっちゃかわいかった。いつでも聞いてねって言って、 LINE のやり取りしてるメンバーあんまりいないんですよ私。だから来るの嬉しいからほんといっぱいしてねって言ったら「え、するって来て、うんってなりました。な、おりんよしおる、ありがとう、ありがとう、おりがとう。そういえば時々お兄ちゃんに相談するって言ってた。嬉しい、相談されるの大好き。なんか頼りにされてるねってならない。わかんないけど、でもとりあえずなんかなんだろう、その誰にしようって時に私が思い浮かぶのめちゃめちゃ嬉しいで、かおりちゃんに言っといて。ナーミンとこの間ずっとかおりちゃんの良さについて語ってた。でそれをまたかおりちゃんに伝えたらめっちゃかわいく、かわいい反応だった。あ、ドボンできたよ。あ、ごめん待って、私のファンだった。あー、ごめん。あ、ドボン返しされた、ありがとう。ありがとう、ありがとうって私のポイントにはなるね。ありがとうございます。すごい。自分のおりんに今度相談していいとか、次の話し会におりんに相談したいけどいい、ウェルカムです。あ、そう、お話し会もそう完売したみたいで、そう1日とはいえそう稽古で1日しかいない、参加しないんですけど、でも1日とはいえこんな早い完売今までなかったと思うのですごい嬉しいです。ありがとうございます。いっぱい目いっぱいおしゃれします。舞台目前なのでなんかそういう話もできたらいいなって思いますしね、成人式の話とかもねあるし、公演の話だったり
いろんな話があると思うので、緊急報告とか本当に皆さんに感謝の気持ちでいっぱいですし、すごい楽しみにしてます。ありがとうございます。お稽古って言い方かわいい。なんて言うの普段みんなって。でも初めてだからわかんない。お稽古じゃあね、そろそろドボン時間合わせしますか。じゃあね、12分の30秒からやります。急すぎ、大丈夫だよね。12分の30秒からいくから、あと30秒ね。あ、待って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 、ちょっと待ってちょっと待って、時報さん。オッケーオッケー。午後11時12分20秒をお知らせします。12分の30秒からやります。チューチュー、ミッキーマウス、チューチュー。午後11時12分30秒をお知らせします。ゴー。午後、さあ鬼の芝いるかな。お、ちょっと待って。はい、あ、私今ドボン、あの音声オフにしてるですよね。あー嬉しい、鬼押し2人いました、やったん。あやみんと同じ時間帯だったんだ今の。あやみん推しに囲まれた。お、買ってこい、買ってこいって言い方もよくないね。いいね。でもこの間なんだっけ、あやみんとおりん推しさん、おりんとおりん推し2人だったので、おりん3人とあやみん一人だけだったんですけど、あやみんが一人でドボン勝ちして、あやみんかっこいいってなりました。なんか3対1なのに勝つのめっちゃかっこよくないですか。っていう話。負けたんかい。じゃあ次は、待って、じゃあ15分ちょうどに行きます。それ言ったかも。お、言い合わせてた。15分の30秒、あ、30秒じゃない、嘘ついたよ、15分の0秒ね。さっきの私に惑わされないで、15分の0秒ね。11時14分50秒をお知らせします。午後11時15分ちょうどをお知らせします。いきますよ。午後、さあどうだ。はい、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、オフにするね。はい、ちょっと待って、落ち着け、落ち着け。あ、2人おりんを知りた、やったぜ。まあいるのに、なんで私のカードじゃないの。うん。まあいいけど、配信見てくれてるし。でもなんかさ、思うんですけど、そのカードをセットしてたらそのメンバーに会いやすくなるとかなんかあればいいのにねって思いません？その方がだってどっちも嬉しくないですか？ファンの皆さんからしても嬉しいと思うし、
メンバーも自分のファンの方と優先的にやったらめちゃめちゃ嬉しいよね。あのいいのか、知ってもらえるっていう面で考えたら今の状態でもいいのか。何でもないです。あ、どうした、かっこいい、ありがとうございます。おりんの人が勝ちました。音ありにした方が多分盛り上がるよね。音ありにするね。ちょっと待って、どうやってやるんだ。音あり、ん、あ、あった、オプションだ。え、聞いて、余談なんですけどね、余談、あ、大きいよ。余談なんですけど、このオプションってところあるじゃないですか。これのね、自動で引く設定をオンにするとめっちゃ便利ですよ。いつも自分でカード引かなきゃいけないんですけど、自動でカードがない時に引いてくれるからめっちゃ便利。これね、今日まなみさんに教えてもらったんですけど、めちゃめちゃ便利です。っていう話。ぜひ皆さん、時間が1、2秒が、あと手間が、この動作が省けます。めっちゃ便利です。じゃあ次は、もう、難しいな、時間が。もう18分になっちゃったかな。次がね、19分のちょうどに行きますね。だから皆さん今この時間に、もしそのカード引く手間省けないかなと思ってる人は、このオプションから自動で引く設定をオンにした方が良いかと思います。19分の0秒スタートね。これおぬぬめです。分かんない、絶対俺は自分で弾きたいんだっていう人は自分で弾いた設定のままでいいと思う。19分ちょうどね。私が自分で弾くカードしか手にしたくないみたいな人はもう落としない方がいいと。あ、行きますで。ゴー。はい、待って待って、来た来た、みんなおりん推しだよ。こんなことがあるだろうか。いや、あるまい。これあれ、学校の時にやった反抗のやつ。はい、あの最近自分の中で来てるんです、これ。見て、ワンパチなの可愛くない？ありがとう、みんな。しかもさっきやった人もいる。すごい、いっぱいやってくれてありがとう。でも会えてない人もいっぱいやってくださってるの分かってます。スタンプ連動、全員おりんちゃんを押すと対戦中。そっちにも顔出したい。まあ私緑しか持ってないです。緑しか持ってないです。私いいよ、ドロツ出していいよ、バストしちゃうでしょ。いいですよ、緑にしてくれた、なんていい人なんでしょう。全然色変えてもいいんだよ、みんな。読んでたらドボンできる。13、けけ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 。もう、あ、14になっちゃった。14出ないかな。待って、1+1+3、55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 
ありがとう、大好き。
でしかないです。もう本当に皆さんありがとう、ありがとう、本当にありがとう。みんないいファン持ちましたでもちゃんと3ベッドしてるんで今で、本人ボーナスもあるからで1700%あるから次じゃあ22分ちょうどに行きます。22分ちょうどね。行きますよ。優しいファンの人に会えますように。みんなおりよし、もしかして、あ、2人だけかな、ちょっと待って、あの2人で会いました、2人で会えたよ。これもなかなかの奇跡。私とも全員リンちゃんを育て対戦中、顔出してもいいですか。ごめんごめん、ドロスリーを出してしまいました。あ、ドロスリー来る、あー来ちゃった。まあいい、全然いい全然いい全然いい。だって自分もドロスリー出したから。人がされて嫌なことはしちゃいけないって習ったの。でもそれ私がしちゃったから、されることしちゃったことは仕方がない。私が悪いです。ダイヤ。かっこいい。3対1だったのにその一人の人がドボンしていきました。称号は駆け出しドボンだから、オリンのときめきにしてくれるかな。私推しじゃないけど、来てくれたら嬉しいね。ではお次、24分になっちゃうので、配信45分までやってもいいですか。その方がなんかいい気がしてきた。だから25分ちょうどに行きます。30秒をお知らせします。なんか今みんなと会っとかないと、会っといてエネルギーを吸収して、そしたら夜頑張れる気がするんだ私。11時24分50秒をお知らせします。25分ちょうどね。午後11時25分ちょうどをお知らせ、いきますよ。 GO! 午後11時25分10秒をお知らせ。誰が出るかな、誰が出るかな。お、また3対1の状況になってしまいました。でも2人と会えた、おりよし、ありがとうございます、嬉しい。しかもさっきぶりの人いる、すごい。おりんちゃんレアキャラすぎます。伝説のポケモン見たくなっちゃって。え、でもそうだよね、だって今4000人の人、まあでもこれは累計だけど、もし今仮にリアルタイムで見てくれてる人が100人だとしたらさ、100人のうちの3人としか会えないから、すごい天文学的な確率ですよね。この世界が変わるような、恋のインパクトみたいな。
文学的な確率だよね。学者たちも驚いたみたいな。この包まれたてお前つきないで頭上に届いた愛の確率みたいな。もういい席落ちそう、もういい席落ちちゃう、もういい席落ちそう。この世界が変わるような恋のインパクトだと思ってます本当に。はい、27分ちょうどに行きます。みんな隕石の確率よ。午後11時26分50秒をお知らせします。午後11時27分ちょうどをお知らせします。いきますよ、ゴー。午後11時27分10秒。え、待って、おりん推しだよみんな。多分おりん推しじゃない方なんだけど、おりんにしてくださってるの。ありがとう。しかもゆかるんさんのファンの方いる。私ゆかるんさんの隕石の確率のシューパってやつめちゃめちゃ可愛くて大好きです。あとコミさんのファンの人もいる。コミさん今日めっちゃめっちゃ面白かったです。しかもめっちゃ優しかったし、めっちゃ可愛かったです。え、していい？ごめんね、ありがとう。みんな優しい、ありがとう、ありがとうございます。ゆかるさんのファンの方とコミさんのファンの方と、多分このアットの後も私じゃないから、この方も多分違う方なんだろうのかな。ありがとうございます、ありがとうございます。私のカードにしてくれてたみんな優しい。しかも見てくれてるってことですよね。ありがとうございます。本当にもう頭が上がらないです。もう本当に頭上がらない。29分ちょうどに行きます。誰が出るかな、誰が出るかな。あ、売り押し2人と遭遇しました。ありがとうございます、嬉しい。しかも結構このなんていうんですか、私が今やってるよって言ってる時間帯にじゃないタイミングで結構会う方々、どちらもありましたよね、よくありがとうございます、嬉しい。やっぱこの自動で弾いてくれる機能いいよね、便利。いや私は使いません。自動で弾いてくれるの便利ね。教えてくださったもなみさんに感謝。使う、せーの、ダイヤ。対戦ありがとう。込み押しですが、おりんちゃんとあやみがギリギリなのお手伝いさせてもらってます。ありがとうございます。本当に優しい込みさんの反応方、ありがとうございます。使わない、お兄ちゃんに会いたくて頑張ってるけど会えないかと。会いたい、会えない。誰が悪いわけじゃないけど、心がそれ以上離れている。この手を伸ばしたって触れられないみたいなね。あ、ごめんなさい、
ありがとうございます。ダメだ、もう今日すーぐ歌詞考えちゃう。ダメだ記憶のジレンマですね今のは。すごい、もうコメントがもう100以上もいいね来てるから、もうちょっと変えよう。何かに何にしようかな。じゃあ流行語の欄から選ぶね。うーん、やっぱひょっこりはん私好きなんだよね。ひょっこりはんでもやっぱり頑張ろうって気持ちもあるから、ひょっこりはん頑張ろう頑張ろう本当に頑張ろうにしとくね。テンプレしか選べないんですよ。だからなんか、なんだこいつふざけたこと言いやがってって思われてないかすごい心配なんですけど、本当テンプレしか選べないですよ。次、じゃあ33分ちょうどに行きます。33分ちょうど、33分ちょうど117で時報をかけるよ。32分40秒をお知らせします。午後11時、アメリカからおはよう、いつも応援します。 Thank you。11時33分ちょうどをお知らせ。いきますよ、 GO! 午後11時、うん、おりんの方一人しかいなかった、でもありがとうございます。大接戦だねって、一水力 750% くらいしかないけど応援します。全然そのそんなくらいじゃないです、もうもですよ、も嬉しいです、ありがとうございます、優しいみんな。4来い、4来い、ごめんなさい、ハートのエース、あ、よくよくない、こういうところですよね、私本当によくないの、うん、ハートのエースがあったんですよ。あ、ドボン、待って、押しちゃった、ね、バンされちゃう、ね、次が、待って、35分のも無理だから、あ、じゃあ35分30秒に行きます。35分30秒、35分30秒、ズバッ、今日のあなたはスッキリス、ラッキーアイテムは20秒をお知らせします。シルクのハンカチ、午後11時35分30秒をお知らせします。久しぶりの人と、あ、来る、もうやっぱ来る久しぶりの人と連絡をすると気分が変わるかも。待って、全員を利用しなんだけど、ありがとう本当に、うん、きらめきたいのにきらめけない、十分きらめいてるよ。そういう意味でもそういう話じゃないんだよね。私も本当皆さんパラダイスにできるぐらい本当今日深夜ずっとこびりついてるので、会いましょう。けけ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 
ごめんなさい、本当にごめんなさい。やばい、バストしようか。今は12スキップしたら誰かドボンできるかな。えい、していいよドボン。あ、いなかった。クラブクラブクラブ、みなり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 。配信見てないからかもしれないけど、7、あ、そう、9、あー待って、あ、待って、叫んじゃった。ありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございます。しかもさっきもなんか優しかったよね、ありがとうございます。もうさっきがどの試合のこと言ってるのか分かんなくなっちゃう。38分ちょうどに行きます。お兄ちゃん変だよってコメント来た、気をつけます。午後11時37分40秒をお知らせします。いつもこのテンションなの、結構楽屋だとこのテンションかもしれない。その感じで今チーム系公演の終わりで配信してるから、これなのかもしれないです。午後11時38分ちょうどをいきますよ。お知らせします。ゴー。午後11時38分10秒を押し、あ、2人会いました、ありがとうございます。でもいつもこのテンションなのって聞いて、そうですって今答えたけど、楽屋のテンションがそうですって答えたけど、そうすると惹かれちゃうかもしれないよね。そんなことないです。行こうね、ドボンも目指しちゃおう。わない、八を誰か出してくれたら嬉しいもん。思ってないよね、八なんて。分かってるよ。引いてくれた今、優しい。ああ、どうもされちゃった。優しい優しい、ありがとうございます。私が変なこと言ったかな、でも嬉しいです、ありがとうございます。優しい優しい優しい人って覚えました。今8ないって言ったから引いてくれたんだよね。じゃあ40分ちょうどに行きます。これが最後かな、もう一回できるかな。いやでも40分ちょうどが最後にします。はい、そうします。40分ちょうどラスト。1時39分50秒をお知らせします。午後11時40分行くよ。ガッ。めちゃくちゃ大きな声。11時40分10秒をお知らせします。あ、この人ね、私さっきも会った。絶対この配信見てるよ。なんで私のカードじゃないの。でも称号だけさっきの、さっき一回やったけど、降りたときめきにしてくれてる。でも2人会いました、ありがとうございます、嬉しい。配信見てるな。でも嬉しい、私の称号にしてくれてありがとうございます。私とも全員4人調子、え、顔出していいですか本当に。うん、使わない。あ、ドボンするね。あ、え、しないの、いいの。リバース求めてます。ダイヤ
私が言うの遅かった。イエーイ、おりんを仕上がってくれた。すごい、またコメントがすぐ100になりそうだかな。ありがとうございますにしとこ。ありがとうございますと何にしようかな。ありがとうございます、何にしよう。本当ないから本州にしとくね。ありがとうございます、本州にしとく。でも本当にあったよね。まあいいや、ちょっと見つけられなかった。本州にしとく。というわけで皆さんありがとうございました。私の称号は配ることができたかな。少しでも多くの人と会えて私の称号をもらえてたら嬉しいです。そしてもう本当に明日でイベントがラストなので、私はこの後ちょっとお風呂に SNS 更新してお風呂に入って、はい、入りながらもやろうと思ってますし、歯磨きしながらドリアしながらやってるので、ぜひぜひ皆さんもその一緒に最後まで、ここまで来たら本当にもう予選通過したいので、ぜひぜひ一緒に頑張ってもらえたら嬉しいなと思います。というわけでちょっと私のランキングの100位からを呼びますね。待って、よし、ちょっと早足にはなっちゃうんですけど、ちゃんと読みます。でも多分私これほとんどの人と多分合ってると思う。まあ、でもいきますね。すごい全部なんか大体名前見たことあります。いきますね。猫さん、庄内さん、チャトラさん、 NYK さん、トホホンちゃん、あやかさん、いたちゃんさん、マーティー、マクフライさん、タカズイさん、ヒコザルキングさん、レオナードさん、タカさん、トシマサさん、カンさん、ミークンさん、ヘスタンさん、ネコちゃんさん、仮面ライダーさん、オンリーユーさん、オリン推しおじさん、さん、山田子さん、タッキーさん、ハチカミ、ヤガミかなさん、北野ビスさん、秋元さん、シンメさん、マナフィーさん、ベロニカさん、ガクさん、バンブーさん、ブーさん、モモタソさん、サーモンさん、オールエンさん、ポテマニアさん、クジョ、ジェ、オリンさん、オリンちゃんが尊いさん、サミーさん、ノンフィクションさん、カビゴンさん、シュウさん、ルリルリさん、リヒトさん、キョウヘイアットオリンさん、シゲオアットゼロさん、マーちゃんさん、カズハンさん、ミオさん、ヘッパコさん、ムトウトメさん、すごい、トメが51位にいるんだよ。ってことはこれ以上、これすごい、皆さんいっぱいやってくださってありがとうございます。読みますね。リンゴアメさん、神奈川のトラトーさん、寿司ボーイ54さん、燃える投稿さん、いちもさん、ももねこさん、ななななさん、とめぽんりんホリックさん、トリッピーさん、フルさん、モグ先輩セカンドさん、トシあとリンのファミリーさん、セドウさん、モコさん、デュランダルさん、ネモさん、ひろたのおじさんさん、はなさん、マシューっぽい人さん、つよつよさん、まさとさん、ピンさん、影安さん、あ、この人名前ない、ありがとうございます。27位の方、パッチヌーンさん、いたず隊長さん、エツさん、トムリンさん、マヨさん、しめじりさん、ビン130さん、カナリンさん、なんだっけ、鬼滅の名前のマコモ、マコモだよね、マコモさん、マシューさん、リサタンさん、タカオリンゴさん、ツルさん、ノリタマさん、僕も頑張るさん、私も頑張る、アスマさん、アキモモさん、ニータンさん、サチママさん、ウォリンスキーさん、ヒロミさん、ハナちゃんさん、ムートンちゃんさん、さかなさん、ホムラさん、そしてイエイ、私ありがとうございました。皆さん本当にありがとうございます。すごい、しかも結構みんなオリーのなんちゃらじゃないですか、すごい。
でもまだ武藤凛推しって人もタン推しって人もいるので、その方々とも会えて私の称号を配れるように頑張りたいなって思うのと、あとまあ凛のときめきだったりきらめきだったりロマンスだったり奇跡だったりいるけど、パラダイスの人まだいない？いないか。ちょっとパラダイスにできるように私頑張りますね今日これから。はい、というわけで本当に皆さんありがとうございます。46になっちゃった。ありがとうございます。本当に予選は明日の13時59分までなので、皆さんぜひぜひ一緒に最後まで頑張りましょう。はい、というわけでショールームの名前も読みますね。ランキング13位 B133、 12位まさと、31位あきおさん、10位ほのかさん、9位こうさん、8位とぶポーニーホイックさん、7位ボイヤとタイファンさん、6位あやさん、5位ムートンさん、4位あ待ってハングルの人が待ってわからない、わかるかな、待ってね、4位スラッシュさん、まあね携帯が教えてくれた。で3位シューアとドボン最後まで頑張ろうさんで、2位がチェ・ジンヨンさん、そして1位がベロニカさんです。ありがとうございました。すごい Google 翻訳に頼ってしまいました。あでもランキング変わった、 B133 マサトさん、キヨさん、ほのかさん、コウさん、トムポーリーホリックさん、ブイアとタイファンさん、ムートンさん、やさん、スラッシュさん、シューアとドモン最後まで頑張ろうさん、2位チェンジインヨンさん、そして1位ブロニカさん、ありがとうございました。いつも1位2位3位の方にスクショのリクエストのポーズを聞いてるので、あったら教えてください。すいませんすごい最後の方早足になっちゃって申し訳ない。ドモン返しのポーズ、うん、誰だかな、逆転王子様見た目はとか、イエイ、というわけで皆さんありがとうございました。結構夜遅くまでやっちゃったけど、見てくださってありがとうございます。おやすみなさいですね。今日も一日お疲れ様でした。明日は3月最後の日なので、皆さんにとって素敵な3月になりますようにを祈ってます。火曜日お疲れ様でした。ではドボンラストスパートかけて頑張りましょう。ではおやすみなさいです。ありがとうございました。多分何分か後にツイッターをフォローしてくださって、私のツイートを登録してくださる方は通知がいくかもツイートします。今から遅い時間にごめんね。はい、というわけでありがとうございました。バイバーイ。ありがとう、本当に大好きです皆さんのこと。ありがとうございます。バイバイ、おやすみ。